にちは。勝手にお邪魔します。あれ、なかなかいい場所あるじゃん。はい、まずこの場所がどんなところにあるのか、ちょっと暗くなる前に上空からお見せしますね。手前の家の奥にはゴルフコースの池とグリーン。かすかに遠くの方に見えるビルはサーファーズパラダイスからブロードビーチ。逆を見渡してみると高い建物がなく閑静な住宅地が広がってるって感じのところですね。とってもいい場所です。はい、テント完成です。このあれはミラー、もともとあったのだけど、ミラー、うん、これしかなかったからフレーム欲しいねって言ってたんだけど、フレームないからウッドデッキの余ったやつ使った。あー、それで、あとは中をなんかやんなきゃいけない、ほらまだ見えるじゃん、それをやるって言って、でここももう一回サンドバッグして、今回のやつ、これもそれの、これのファミリーがいて、これカレー、でもこれかけたらみんなの演奏に入れなくなるやん。そう、かけたい人が。初めてのキャンプみたいな感じで、なかなか楽しいです。それではおやすみなさい。夜チャチワチに切ることできない目覚まし。ああ、しまった。次回は朝コーヒーを飲むというパターンでございます。それでは片付けして帰ろうと思います。
終了。帰ります。なかなか面白い経験ができました。